ワールドブリーダーズカップアイス白銀の世界を舞台に最高峰のレースが繰り広げられております。典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。腹を切ったのは9番バンディロ、それからもう1頭ポリスプレセデント、そしてその後ろから10番ミエスク、それからフリオロ、内を通ってスルスルとパールキャップが上がっていきました。そしてヘクタープロテクター、11番アマユズ、その内からは3番ウネチャンポンドドドド、7番スクワサイユズ、内を通りまして8番ポリシプレセデント、外から一気にパールキャップが上がっていきました。そして4番手にミエスクでありますフリオロが、その後ろ、さあ白銀の世界で繰り広げられた攻防も、あとはスノーボードとスノーボードファイヤーと日数直前の伸び足はどうか。先頭パールキャップ、しかし差はそれほどでもない。外から懸命にサンドストーム、一発二発とムチが飛んでアッサムとスピニングワールド、2番スギクロムクル、フレチャンボドドドドかわして先頭に立った怖い馬が来た。14番ファイガートニックだ、スギクロムクルが3番手、フレチャンボドドドド先頭1着、3番フレチャンボドドドド、ワールドブリーダーズカップ3勝目。